はい、おはようございます。占い TM プロデュースチャンネル2回目の投稿です。最近暗いニュースが、ね、多い中、皆さんどうお過ごしでしょうか。こういった中でもね、この放送を見ていただいてありがとうございます。時間がある方とかね、配信見ていただければ幸いです。前回の動画ではこれが睡眠についてお話していくっていう話だったんですけど、まだ四柱推命の根底の部分の引用説のところについて説明していなかったんで、これからチャンネルの放送の順番を変えて説明していきたいと思います。朝の5時半ですごく寒いんですけど、これから撮影していきたいと思います。どうぞ。では、2回目の配信、始めていきます。じゃあ、今はちょっと事態なんでね、ちょっとマスクで、放送させていただくんですけども、聞きづらいこととかありましたら、すみません。なるべく聞こえるようにやっていきますので、よろしくお願いします。どうですか、今回2回目ですけど、1回目の配信の感じはやってみてどうでしたかね。まあ、まだまあ改善って分かると思うんですけど、まあ、ちょっとずつ進歩していければいいかなと思います。やってみないと分からなかったりね、はい、いろいろやっぱ一回見てみて恥ずかしかったりねしたらしいね。まあまあ結構、はい、まあこれがね黒歴史になれば嬉しいけどね、まあ、逆に前回最後に次の動画で睡眠するって話したんですけども、はい、まだ、大事なね、睡眠するのに大事なポイントをちょっと説明してなかったんで、今回はそれをお伝えしていこうと思いますので、はい、それは引用説って言って、はい、まあ、前回の五行説木火土金水、そう、はい、それと同じく四柱推命の中では根底にあたる部分です、はい、大事な部分ですね。大事な部分です、はい、でそれはね、引用説では、引用説は、あらゆる現象とかね、ことやものを、はい、陰と陽で、二元論で表す思想のことなんだよね、はい、この引用説、そう、はい、ここにも書いてある、ね、陽と陰で、それで、例えばね、池が陰なら、天は陽、はい、うん、で夜が、陰なら昼は陽、はい、じゃあ女性が陰なら、男性は陽ですね、はい、で弟が陰なら、兄が陽ですね、はい、でこんな感じで、陰と陽の、関係がな、状態があるんですけども、はい、これで陰と陽が、どちらかが優れてるっていうことはなくて、はい、両者の、バランスが、あっていい状態とするんで、うん、はい、まあ、そこ悪い、いい悪いはないということで考えてください、はい、で、四柱推命ではそれらをね、表す、集合体で、まあ、疾患というものがあるんですけど、はい、ね、前回の動画で木火土金水の五行がその疾患のそれぞれに当たる部分なんで、あ、はい、それぞれ疾患が持っている属性が、木火土金水のどれか、はい、っていうことなんで、まあそれを、まあ、簡単に説明していきたいと思います。この疾患ってのも誕生日で分かるものですよ。疾患も誕生日から分かるんですよ、うん、はい、ありがとうございます。で、こっちに今先に書いたんですけども、この10個の
これが疾患です。この10個の、元素、要素ですかね、はい、これは何て読むんですかね。これはですね、木の絵、木のと、火の絵、火のと、土の絵、土のと、蚊の絵、蚊のと、水の絵、水のとっていいます。でこれね、その先ほどさっきに、五行説に、属性で、まあ、それぞれ当てはまれていったんですけど、はい、木の絵、木のとがこれ木なんですよね。あ、木火の金水の木。そうです、はい、で火の絵、火のとが火なんですよ、はい、で土の絵、土のとが、まあ、そのまま土なんですよね。で、カノエカノトが、ゴン、カネ、はい、で、水のエ、水のトが、水なんですよ。はい、ね、カドゴン水、カドゴン水です。ではね、これむず、いろいろ、漢字ばっかりで難しいと思うんですけども、いろいろ、私たちの周りでもね、こういう漢字、使われてること多いんですよ。まあ、結構見たことあります。見たことありますよね、はい、この辺とかありますね、この辺とかポーツとか、はいはい、見ます、ね、その昔の学校の成績表の一部とかに、こういう漢字で使われてたり、あとは、企業とか、賃貸、はい、家から出る際の、契約書とかにも、その発注者とか、はい、受注者を以下、こう、以下、うん、オツとするとか、ね、はい、書いてたりするんで、なかなか、まあ、見たことはあるかと思います。ゆうくんは普段何、お酒は飲む？飲むね、うん、じゃあ何、普段 何飲むの？うわ、狂月とか、うん、あ、狂月なんだ、うん、狂月にも、その香とか書いて、ラベルに書いてない？あったと思いますよ、確か、はい、で、そう、こういう風にね、狂月とかね、お酒、茶味するとか、うん、そういうののお酒にもこういう使われてると。そう、僕も昔ガソリンスタンドで、学生の高校生の頃アルバイトしたんですけども、その時、危険物の資格取ったんですけども、その時も、資格の免状で香、乙、丙ってやって、種類がありましたので、まあ、これの覚え方をちょっと、まあ、タケル流の覚え方を教えするんですけども、まあ、これプラスを簡単に、まあ、兄だと思って、兄弟の兄、はい、兄には絵がつくと、絵がつく、兄は絵、最後に絵がつくと、で弟は、とがつくと、はい、まあ、これはあれね、マイプラス、そう、なんで兄がプラスなんで、木の絵、はい、火の絵、土の絵、かの絵、水ない。で、こちら弟には最後とがつくんで、同じように火のと、土のと、かのと、水のと、こういうふうに、その兄と弟とか、この覚えやすいように最後に絵がつく、とがつくっていうか、はいはいはい、考えれば覚えやすいと思います。さて、今回は漢詩歴を見る上で、重要な疾患の引用説の話をしました。はい、まあ、次回は、まあ、これプラスの干支、はい、干支が十二支、まあ、ご存知だと思うんですけども、十二支、あるんですけども、まあ、それの部分を、お伝えしていきたいと思います。はい、次は、こちらもその干支の部分もね、市中生命で見る上ですごい重要な部分なんで、また
興味を持って見ていただきたいと思います。はい、お願いします。ね、全く関係ない話なんですけども、まあ、皆さんね、それぞれ今まで、人生の中で、まあ、思い出したくない過去とか、まあ、後悔とかね、そういうのがあると思うんですけども、まあ、僕もね、そのいろいろ過去とか時間無駄にしたなとか、ね、あるんで、まあ、そういったものもね、みんな時間は平等で、まあ、誰がね、時間が多い少ないっていうのはないんで、はい、まあ、そういったものもね、水面によってこれからの未来をね、水面していいものとするように準備する上で、この占いがで未来を推測できるんで、非常に興味を持っていただきたいと思います。はい、で過去はね、変えられなくても未来はもう変えられるんで、それはもう皆さんの生まれ持った、自分の特権なんでね、はい、ぜひ、この占いに興味を持っていただきたいと思います。まあね、まあ、細かい話したら、まあ、長くなるんで、まあ、この辺にさせていただいて、じゃあね、このチャンネルでは四柱推命を中心に配信していきたいと思います。はい、まあ、それによって、まあ、あなたの人生を良きものにするようなお手伝いができればいいと思います。はい、じゃあそんな感じで、次回もよろしくお願いします。はい、お願いします。バイバイ。